礼拝所不敬の疑いで書類送検されたのは福岡県糸島市に住む17歳の男子高校生です警察によりますと男子高校生は今年1月広川町の洞窟に祀られている石仏を蹴り倒すなど不敬な行為をした疑いです SNS に男子高校生が石仏を蹴り倒す動画が投稿されていて第三者からやめ署に情報提供があったことや 動画を見た父親が自分の息子がやっているなどと警察に連絡し発覚しました男子高校生は容疑を認めて人がしないことをして目立ちたかったと話しているということです現場は地元でも知られた有名な洞窟でした